草木美穂です。人の望みっていうのはね、人それぞれだなっていうふうにして改めて思ったんですよ。でそれはね、女帝小池百合子を、読んでね、まあ、改めてそういうふうにして思ったんですけども、まあ、小池百合子さんっていうのは、非常に特殊な人ですよね。で小池百合子さんの欲望としてはとにかく世間的に偉くなりたいというこの一点なんですよ。で世間的に偉い人は何かっていうと政治家だということで政治家になりたいと、ね。でまあ、今政治家になって、ね、東京都知事までになっていて、そしてなんか末は、総理大臣目指しているらしいんですけどね。 でも彼女の欲望というのはそういう立場に、いることですね。総理大臣という立場になりたいとね、そういうことが欲望なんで、じゃあ総理大臣になって何やりたいかっていうね、そういう具体的な内容はないっていうわけですよね。でそれは、まあ、もちろん東京都知事も同じで、東京都知事、ね、2期目も当選してすげえなと思いましたけども、でも東京都知事2期続けてやりたいことがあるかっていうと、どうもそうじゃないらしいんですよね。それは、まあ、女帝小池百合子の作者の、なんだっけな、ちょっと今本が手元にないので忘れしちゃってますけども、まあ、それによると、まあ、そういうことなんですよ。だから、まあ、それの良し悪しは置いといて、まあ、それは僕の欲望とね、全然違うわけですよね。私は社会的に偉くなろうなりたいっていう、ゼロじゃないですけどね、やっぱりそのアーティストとして認められたいっていうね思いはありますけども、じゃあそのアーティストとして認められるにはどういう作品作ったらいいかとかね、そういうふうには思わないわけですよね。あくまでもその自分が認めるところのいいアート、優れたアート、優れた表現を、したいという欲望の方が先に立つので、このチャンネルもそうですけども、全然人に受けない動画を、撮ってしまうとね、自分としては非常に満足なんですけども、これでは偉くなれないわけですよね。で偉くなりたかったら、まあ、それはね、アートの世界でも写真の世界でも偉くなりたいと思う人はいるわけですよね。で偉くなるためにはどういう作品を作ったらいいかっていう、そういう計算の仕方で作品を展開する人っていうのは、まあ、いらっしゃるわけですよね。でそういう欲望の持ち方は私はしないんですけども、ということで人の欲望っていうのは、人それぞれなんですよね。で人間の性格が人それぞれであるように、人の欲望も人それぞれなんだとね、そういう当たり前のことに改めて気づいたんですけども、でもね、実はね、人の欲望って人それぞれでありながら、大多数の人間っていうのは大体欲望が一緒なんですよ。だから、まあ、ありていに言うとね、人並みに幸せになりたいっていう言い方がありますよね。で、僕自身は人並みの幸せっていうのもあんまり考えたことないんですけども、まあやっぱりね、多くの人はやっぱり人並みの幸せというものを非常に欲しているんですよね。だから僕が、あ、そっか、みんな人並みの幸せを欲してるんだ、つってね、しみじみ思うことがたびたびあるということは、私はそういう欲望を抱いていないわけですよね。だから、そういうことで言うと、本当に人の望みっていうのは人それぞれ違うと同時に、大多数の人々の望みっていうのは、まあ、同じなわけですよね。似通ってるわけですよね。で、そうすると、小池百合子さんみたいな人は、まあ、際立って違った欲望を抱いて、小池百合子さんだって、ね、結婚もされていないわけですよね。で、恋人もなんかいるんだかいないんだかよくわかんないっていう状態で、とにかく人並みの幸せ、ね、女としての幸せの人並みの幸せみたいな言い方ありますけども、そんなものとはもう無縁なわけですよね。でひたすらこう自分の欲望のためにこう、まあ、いろいろするわけですよね。いろいろっていうのは、それがだから女帝小池百合子っていうこの本に書いてあるわけですけど、まあ、すげえなと思いますけどね。だから、
まあ、何が言いたいかっていうと、人の欲望は人それぞれだけども、でも大多数の人間は同じ欲望を抱いているということなんですよ。そして私は、小池百合子さんとは違うけども、僕の持っている欲望っていうのは非常に少数派の欲望なんですね、ということに改めて気づいたっていうか、まあ、こんなの当たり前ですけどね。だからこれね、言ってみれば、二重苦というか二重に少数派というか、だから僕自身は一つは発達障害なんですね。 ADHD なんですよ。注意欠陥多動性障害、なわけですね。まあこれは自己診断なんですけども、まあそうであろうというわけなんですよ。で、まあ、発達障害っていうのも、だから障害っていうふうにして便宜的に言われていますけども、これもだから人の性質の一つなんですね。人の性質、人間の性質、人間の性格っていうのは人それぞれなんだけども、でもね、人それぞれと言いながら大多数の人間ってね、同じ傾向なんですよ。だから大多数の人間はあんまり遅刻しないとかね、大多数の人間はあんまり忘れ物しないとかね、僕なんか忘れ物ひどいですからね。もう一つのコビーチャンネルっていうカメラのチャンネルですけども、屋外でね、ガンダムのプラモデルを撮るっていうね、そういう、内容の、動画撮ったんですけどね、2回忘れ物しましたからね。撮影の道具いろいろこう、ガンプラはじめ、カメラとかレンズとかいろいろ道具を揃えなきゃいけないのに、あれがないっつってね。で、まあ自宅のすぐそばの畑の隅っこで撮ってたんで、まあすぐ戻ることはできたんですけど、比較的ね。でもね、2回現場とその部屋をね、往復したんです、忘れ物でね。で、私自分我ながら呆れましたけども、でもまあそんなのしょっちゅうなんで、そんなことぐらいじゃまあ驚かないっていうね、うろたえないっていう、ことなんですけども、でそうやってその人間の性質としては私は少数派なんですよ、ね、で人間の性質として少数派で、人間の欲望の持ち方としても少数派、この二重の少数派なんですよ。で、改めて気づいたのは、ここでだから気づいたのは、まあ、ツイッターでも、その発達障害の人ね、たくさんフォローさせていただいて、で、皆さん、それぞれね、悩んだり苦しんだり工夫したりして、素晴らしい方々なんですけども、欲望の持ち方としてはね、結構みんな、多数派なんだなっていうことに改めて気づいたんですよ。そこはね、どうしてもツイッターで僕が今一つずれてるなっていう、ところなんですよね。結構自分ではこれいいツイートしたってもしかしてバズるかもみたいな、決めの一言みたいなね、そういう、ツイートをたびたびするんだけども、今一つ受けないですね。で、なんでなんだろうって思ったら、やっぱりね、僕自身の欲望の設定がみんなと違うんですよ。で、みんなっていうのは発達障害のみんなですよね。で、発達障害の人たち自体は、少数派の、人間の性質としては少数派の方々ですけども、まあその ADHD に限らず、ASD、アスペルガーの人なんかも非常に僕は面白い人たちだなというふうにして思って、すごく親近感があって、で、ある面では話が合うんですけどね。でも、やっぱりその欲望の持ち方、目標設定ですね。人生の目標っていうね、そういう観点で言うと、みんなおしなべて、やっぱり、まあ、人並みに幸せになりたいっていうね、それがあるんですよ。だから人並み、発達障害でも人並みに幸せになるにはどうしたらいいかっていう、そういう問題設定なんですよね。で、これに気づくのに私は随分時間がかかったわけですよ。で、僕自身の問題設定というか、皆さんへの提言としては、発達障害の皆さんの提言としては、もう発達障害なんてだってもう変わり者なんだから、もう人並みの幸せなんかぶっちぎっちゃうお前は楽なんじゃないのっていうね、そういう目標設定で、だから僕自身はそのまあアーティストになるっていう、そういう
設定があるんですね。でアーティストっていうのは、まあ遅刻したり忘れ物してもね、あの人アーティストだからで許される部分があるんですよ。それで僕は随分楽をしてきた面があるんですね、発達障害として。だから発達障害っていう言葉、僕の子供の頃も若い頃もなかったですけども、でもまあ糸崎さんアーティストだからねでね、切り抜けてきた面はあるんですよ。だから発達障害でなんかこう普通の人と、ずれていて馴染めなくて攻撃されてなんとかで悩んでる人はもうまあ早い話アーティスト宣言してしまえばいいっていうそんなようなことを、まあ別に全員がアーティストになる必要はないですけどね、でもなんか それにこう準ずるような、それに似たようなっていうかね、もう普通の人であろうとすることなんてぶっちぎっちゃえばいいとね、そうするとね一気に楽になれますよっていうようなことを私は言いたかった。でもこれはみんなの欲望とはね合致しなかったんですね。だから僕の、ツイートにしろ、あとその YouTube ですよね、僕はおしゃべり系の YouTube のチャンネルもう一つ作って、でそこでは発達障害の方々に対する問題解決とかね、私の経験を含んだ、それを一生懸命喋ってたんですけども、これが全然受けないですねだからなんでなんだろうと思っていろいろ考えてたんですけども、やはり僕自身が二重に少数派なんですよね。で発達障害系のチャンネルで、アクセス数伸ばして登録者数も増やしている人は、その発達障害としては少数派の方ですけども、欲望の持ち方としてはやっぱりその人並みの幸せとかね、だからその多数派のみんなと同じ欲望なんですね、特別な欲望を持ってるわけじゃないと、だからそんなのはみんな分かってる話で、私だけは分かってなかったね、最近で改めてそのことに気づいたので、今回はその話をさせていただきました。どうもご視聴ありがとうございました。